かったらナイス、よろしくお願いします。七日のイベント盛り上げたりさん、ポンポンさん、こうありがとう。のんのんちゃんお疲れ様、うみやんちゃんこんばんは、遊びに来ました、うん、ありがとう。かずちゃん冷たいうどんってあったかいんだと思うよ。イベントさん、ね、ポンポンさん、こうありがとう。冷たいうどん用のもの何も買ってないです。眠り猫ちゃんお疲れ様ですってありがとう、うん、あれなんかもらった今わかんなかった、ごめんね。ドラドラさん、ヨセさんこんばんは、ナイス。ジュリちゃん、ヨセさんこんばんは、ありがとう。うん、これで配信。しんごさん、うどん作るって、しんごさん、買ってきたのかなって。まあ、前の買ったやつだね。前坂里さん、中尾さん、ハト、さん、こありがとうございます。はい、この手、ことねちゃん、また来たよって、ありがとう。イベントを盛り上げたいさん、おあら、ぶねなさん、ポンポンさん、こありがとう。カズちゃんポンポンありがとう。カズちゃんポンポンありがとう。カズちゃん10倍ポンポンありがとう。サバちゃん、ナカルちゃんとナイス。さっきは爆笑したよ、ユウさん。笑ったね。笑ったね、ユウさん。ありがとう。カズちゃん、こっち。あれ面白いね、爆笑ね。最高だよ。応援花火の方がいいのに、いつもありがとうございます。前田かりさん、ありがとう。お前がお前がお前が暴れの、あ、なんだっけ、あ、なんだっけ、お前がお前がお前、アラブの石油王、ウィンドゥズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、サンマサヨシで、音楽花火、リズム花火、ありがとうございます。ありがとうございます。絶対、あの、エール花火の方が歓迎ですから、ありがとう、順位の恩恵があるのに。のんのんちゃん、太鼓ナイスってね、すごいって、ありがとう。ねぶり猫ちゃん、こちら、金のメガホン、ありがとう。ゆうさん、パチパチ。今日も素敵なお洋服着て、若いわよ、よしえさんって、ありがとう。ポンポン10倍、ありがとうございます。ありがとう。ちぽさん、ちぽさん、よしえさん、あまり、何、ね、怒らないようにね、ありがとうね。慎吾さん、ご飯食べてないのかわいそうだってね、またまた。あんた来るとガチャガチャするから嫌なんだよな、まったくな、まったく、どうしようもね、くずってやるのだよ。じゃあ 俺から作って、俺から食っていいですか。私食わないっつったんだよ。食うんじゃないの。だから一口食うっつっただけだな。そう、どうしよう、二玉作って、いや、これ二玉入んないな、二玉も。入んないよ、一玉一玉じゃなきゃ。何回も分けて作んなきゃ。そうだよ、いいんじゃないの。しょうがないじゃない。しょうがないです。ゆうさん、ポンポンさん、こうありがとうございます。ありがとう。こちら前田くんさん、白ネギ別で入れてあげてってね、うん、いや、うん、山岡とは違うから。頑張ってってプルコさんね、うん、はあ、私もうお腹いっぱいなんだよね。さっき食うって言ったじゃないですか、うん、じゃあちょっと食べてください。じゃあ作りますか。みょうが使わないの。みょうが、うん、買ってきてもったいなくない。いや、あ、そうめん用に一応買ってきたんですけど。そうめん、はい、そうめん用なん、はい、ああ、まあ、みょうが、じゃあ、炒まなきゃ、置けばそうめん作るんだ。別になんかみょうがなんて入れてもそんなになんかめっちゃ合うわけでも食えなくはないと思うんですけど。みょうが好きだから、うん、気が出っ張れだよ、あんた。おいっす。換気扇つけるよ。おいっす。
がとうございます。ポンポンさん。1個ずつ作んないと無理ですね。ありがとう。あ1個ずつ作んないと。そうだ、1個ずつ。いいじゃない。ね。ああ。卵はどこに入れますか？卵の殻。え？卵の殻。入れるん？ないかい、そこに。入れも。全然ね。そこのパックでいいんだけど。ねえか。水とか浸ってますよ。うちゃでいいんだよ。うちゃってそんな感じですか。頭ねえな、あんたな。どうしようもねえな。ここに置いとけば水入りますから。重ねといてよ。何手を水で洗うぐらいの手だってそんな使うんじゃねえよ、水をこの野郎めクソ野郎め眠くなったお目が来たらどうしようもねえよ、よいしょ、あ、本当もうこの料理配信って疲れんだよな、散らかすから嫌なんだよな、はっきり言って疲れて動けねえんだよ、もうずっと動いてんだから、私は。私だけだよ、この家で動くのは。あとは何もしねえから。一日経っても。自分の部屋も片付けゃいねえやな。あー、疲れた。あの、面白いサムネ見た方がよっぽど面白いわ。人生。ありがとうございます。トピちゃん、ありがとう。ふわっちアニバーサー、ありがとうございます。ありがとうね。お世話に休んでください。ありがとう。ありがとうね。ゆうゆうちゃん。さっきのプリン1個しか買ってない。お疲れ。お世話さん、お疲れ。お疲れてください。何お疲れてくださいって。うん、何じゃあ先に俺食っていいですか、どうぞ、じゃあ次ね、いや私はそんな食いたくないから悪いけど食べたいと思わない、だっていっぱい食ったもの、あお腹いっぱいだ、揚げ玉とか買ってきてもらったね、ないよ、だからないの分かってますから買ってきてもよかったねって言ったら、揚げ玉なんか売ってるんかい、食うときこれどうしたらいいですか、ね、もうこれ食えないです、ここじゃここ荷物あるし、これ映せないし、あっちで食うしかないですよ、ね、どこカウンター映した方がいいと思うんだけど、映せない、だってもうカウンターで食うの、ここにね、物がいっぱいすぎてこれをどかしたら寄せたら怒るんだから、これもうスマホ奥にできないで、で座ること、その椅子を座ることもできなかったら座食いにくいから、あっちで食う、もう配信外になっちゃうけど、じゃあここで食えばどっから、あ、そうですか、うん、どこよ、こう片付けた方がいい、それの方が 奥で取れるんですよ、引きで片付ける暇がねえんだよ、私にはうるせえな、じゃあ後でやっときます、あんたに片付けられちゃ困るんだよ必要なもんと必要ねえもんがあるんだから暑いで、なんでこんな暑いん、ここ火を使ったのと、うさつく換気扇を使ったからです、暑い、こちらポンポンさんと換気扇で冷たい風が流れちゃってる、ありがとうございますね、じゃあどこにここ、私はどこにいる、まあ、来るときどけばいいです、私はどこにいるかわかんないけど、向こう座れば立てねえし、どうしたらいいの、立ってるんかい、そこで、あ、いいや、洗い物するから、ああ洗いの次は悪いけど、まあ、できてからでいいんじゃないですか、あ、構わない、どうする、早くあの世に来てんだけど、なかなか行けねえ、ああ疲れたな、まったく、あっちこっちぐちゃぐちゃしやがって、この野郎クソの野郎だよ、
飯食わねも食うとも自分の勝手なんてよ。いちいちよ。乳酸笑うってね。こちらポンポンありがとうございます。ありがとうね。何？女性さん、姫野さんもね変わってますよ。お姫さんの顔になったん？本当？どこ？姫野さんもね変わってますよって。さっきの姫より可愛いよ。本当？どこにいるん？どこにいるん？どこにいるん？姫。あ、これだ。押してみて、信号。あの姫つを押してみて。よ。いや、どうでもいいっす。どうでもいい。どうでもいいよ。今、うどん作ってんだから。こっち押していいん、こっち。これもいいん。はい。お？うん。あれ、わかんなくなっちゃった。これ、変なになっちゃった。あ、もうダメだ。私いじるとおかしくなるからダメだよ。ダメだ。美人だわって。本当？さっきの顔より。見たいな。あ、紅茶さん。応援する兵隊さん。ありがとう。ありがとう。よし、作るか。ありがとうございますね。ありがとう。姫、うどん食べたいよって。うどんのつゆがもう買わないとなくなってきた。女性さん、いくつリラックス疲れますよ。入れすぎだ。ばばあちゃん応援ナイスってね。リンゴさん、いい息子さん、ね。いい息子じゃねえよ。自分が腹減ったから作るだけだよ。ね。自分が腹減ったから作るだけ。ありがとう、姫様。姫様、どうなんかを。姫様、見合いねえよ、この姫様。姫様、やる気がないよ、せいですね。って。あっちあっち飛びました。悪いけどよ。やだね、あんた。ごめんなさい。あっちよ。ごめんなさい。すいません。飛びました、もしかして。すいません。飛んだよ。あっちてめえ人ばかりじゃねえだろ、この野郎。わざとじゃないです。なんでここでやるわけ。すいません、わざとじゃないです。わざとだよ。わざとじゃないです。やだで、私やけどするから。わざとじゃないです。冗談じゃないで、あんた。わざとじゃないから、しょうがない。うどんぐるでやけどされちゃかなって。謝ってじゃねえか、かようさまもしつけえな。なんだよ、おい、こぼすなよ、おい。こっちが濡れてるよ、そこ。いや、鍋の底が濡らしたの。こういうとこよくやるんじゃねえよ、完全燃焼になるから。自分でよく考えろ、このぐらい頭バカ野郎が、おめえ。よく野郎ムカつくんだよ、このクズよ。なんだよ、おめえ、それ終わって、おめえこぼすんじゃねえぞ、この野郎、おめえ。よく野郎がクソったりがよ、おい、俺のためにつゆこぼすんじゃねえぞ、おめえ。ムカつくからよ、クズ野郎が。